ああ、なんかスマートフォンの電源ついてるからなんだってかなって。ちょっと前澤友作が今、あ、みんな知ってる？前澤友作がさ、ハウスキーパー募集してんの。知ってます？あの前澤さん、揺れるよね。揺れますね。正直今仕事ないんで。前澤友作のハウスキーパー情報っていうのがなんか通知できて、あ、来た。そう、あの前澤友作を友達登録しとくと来るんだよ、時々こういうお知らせ。報酬なんかね、月額32万から、よくないと思って揺れたんですけど、あのコミュニケーションが取れる方、3人から6人体制でやるのできっちりと話ができる方って書いてあって、あーちょっと、もう一行目から厳しい。一人じゃダメですね。やっぱね、広いんでしょうね、お屋敷で。3人から6人で、そう、ちゃんとコミュニケーションが取れる方じゃないときついらしいですよ。無理ですね。でも気になるな、前澤友作の家。え、誰か行ってよ。ケンピの紹介できましたっつって。いない？ちょっと、前澤友作の家に行って、口頭でいいからさ、雰囲気教えてほしい。え、3か6人で35万ですか？いや、多分違うと思う、あの書き方は。一人当たりだったと思う。めちゃくちゃいいから、ちょっと前澤友作のハウスキーパー誰かなってほしい。いいよ。ほんと？なんか、X でさ、めちゃくちゃ募集してたから、行ってきてよ。行ってきてほしい。休日はあるんですか？休日あったよ、確か。2日。普通に週休2日だったと思う。ただ、出張代行ありって書いてあった。まあ、多分優作と世界飛び回るんでしょうね。下手したら宇宙まで。出張代行宇宙ありそうですね、彼のことだから。あるかも、あるかもしれん。宇宙までハウスキーパー、何をキープするんだろう、分かんないけど、なんかキープしに行くかも。住み込みだろうか、どうだろう。ちょっと前澤優作 X をご覧ください。ちょっと気になるわ。バーリンガル、多分そういうスキル必要そうだよね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。